3月から始まった JLPGA プロテスト。ここまで二次予選を通過したのは鈴木、早乙女、小西の3名。瀬賀、松原、田辺、鍋島、竹内、5名が不通過となった。そして昨日、最終プロテストが終了。稀に見る激戦となった。果たして厳しい戦いを勝ち抜き93期生となるのは誰なのか。合格率 3%、 上位20位タイまでという超狭き門。そんな難関に挑む彼女たちに密着。最終プロテストから遡ること13日前、小西由利が練習ラウンドを行っていた。もう何回行くらいの？めっちゃ回ってますね。去年からなんで、何回だろう。20行かないぐらい。嫌いではないです。ちょっとどうなるかわからないんで、速さとか硬さとか、硬さを出すと本当に難しいなって思うんで。会場となるシズヒルズカントリーの特徴の一つはアンジュレーションのきついワングリーン。グリーン周りにはバンカーや池が巧みに配置され、高いマネジメント能力が要求されるコースだ。お願いします。テスト攻略を意識した直前練習。指導を仰ぐ井上徹コーチと同じく最終プロテストに出場する選手と共にラウンドに臨む。小西がキーホールとしてまず挙げたのは11番375ヤードパー4。手前から奥に傾斜のあるグリーンで、奥に待ち構えるようにバンカーが広がっている。ここむずいんですよね。まずグリーン周りが結構癖があるんで、セカンドがすごい大事になるんで、やっぱフェアウェイキープしたいんですけど、左はこうなってるし、まあこう左右こうちょっと狭い。どういう球でいったらいいんですか？右がいいじゃないですか、フェアウェイ。でも右から捕まえるんじゃない？風が吹いて右から入ってるから、うん、右のヘアウェイとラフのところからポンって捕まえてセンターでいいんじゃない？はい。でも先っぽに当たってちょっと右行っちゃいました。今日のピンが左、まあ、真ん中なんですけど、こう全体的に奥に向かって下ってるんで、左に打っちゃうとティーショットすごい狭くなっちゃうんですよ。セカンドで多分奥まで絶対行っちゃうんで、だから右からこう長くグリーンを使いたいっていうのと、はい、あのピンマジで一番難しいと思います。これ見たら分かるかも。もう全部こっち向いてるんで、一応3段になってるんですけど。じゃあこうピンベッドっていうのが広く、あ、そうです。手前からじゃないと本当に全部奥まで行っちゃうんで。ピン右。右ワンピン。ツーピンぐらい右。ぐらい、はい。ツーピンぐらい行く。レーザー引く。
7ぐらいきっと10は読みすぎてかもしれないけど7、8は手前でもいい。はい、右すぎ。あ、でも意外と下まで行ってるから、はい、悪くない。あれ下ってると思うんですけどね。みんなまだまだ舐めちゃいけない。これコンパクション本当きつかったらこれでも奥エッジとは言わないけどあと5歩行ってるねきっと。この辺まで来てるね。どこのピン位置でも 5ヤード右を狙うっていうのがこのホールのこう攻め方だよね。あのなんかいただきますと思っても5歩右に打つっていう収穫が必要このホールはいただきますと思ってもワンピンか5歩は絶対右打って。ここもそう、そこもそう、全部だ。全ての段が5ヤード右に打つことがあの攻略につながるから。これ絶対ピンに打っちゃダメなの、どんな番手持ってもねここ意外とバーディーも出るからね、ボギーも出るけどそうだから差が出やすいホールだから、差が出やすいホールは頑張らねばいけないよね。でここ奥に入った時にはやっぱ顎引くのバンカーの難しさが出るからさ、やっぱ顎が低いっていうのは距離感出しにくい。ここまでは突っ込まない方がいいですよ基本的には。あ、絶対突っ込まない方がいい。ただ行っちゃう時はあるじゃん、そう思ってても。行っちゃうのはね、あの段にキャリーしちゃう時なんだよ。だからあのみんなのそのマネジメントミスじゃなくて、あの尾根あるじゃん、あの尾根に当たると行っちゃうの。だからあーなんか大きかったかなじゃなくて段にキャリーしちゃうっていう時があるから、そこだけ気をつけなきゃいけない。このピン、このピンの時にはここに落ちるとね意外とバンカー行くんだよ。でキャリーはね実はここの辺がいいですね。硬いと楽なの、 ここに落とせばいいから。ここに落ちればそこまで行くから、ここにキャリーすれば。だからあそこで例えば13歩じゃん。例えばここまでの合計が13歩の手前のその上の段にキャリー打って、あのラフだと楽なんだけどウエッジだと止まっちゃう可能性があるでしょ。だからもしウエッジも持つんだったらウエッジ持った時だけこの面に打ってきた方がいいよ、うん、ラフとか120、30だったら上でいいよ。でも本当にウエッジね、100ぐらいのところにいたらここ打ってきた方がいい。ここに止まるから、止まるからね。そうじゃないと上の段からのパターンになっちゃうでしょ。だからそこ気をつけなきゃね。分かった。はい、ここはだから本当に残り距離ラフかどうかとかによって攻め方が変わってきちゃうから、さっきの琴ノの距離だと今のピンだとピン左の狙いっていうのは確かにそこだけあるね、はい、それ以外の時にはもうはい、黙って5歩右っていう黙ってあのピン1引く10右5っていうそこです。あー捕まんなかった。おーわお。続いてキーホールとなるのは最終18番392ヤードパー4。セカンド地点グリーン手前は右サイドに池のリスクがあり、番手選びが重要となる。セカンドドキドキしちゃう、ハラハラしちゃう。楽しいホールですこれはでも無風だったらあのゆりはスプーンでしっかり打った方が右から捕まえていけるから、うん、あの楽だと思うけどね、はい、変なラフで左足下がりとか行く可能性があるわけじゃない。それも一つのマネジメントミスになっちゃうからさ、それを一回経験するところで左意識させられるから左の林なんか入るからね。左ももうボギー確実、左はボギー確実で絶対あの黄色辺に行くんですよ。で狙えないみたいな。え、風強いですね今日。しょ、239、いいでしょ、いい球。よかった。はい、パワーボール。絶対入るよね。てかここに行くもいい上がった。ドライバー絶対ない。は
ないない。気持ちよくスプーンで打った方がいいよ。承知しました。上げでここじゃないですか。めっちゃまず狭いじゃないですか。左も林入るし池入るしっていう、多分もっとあの一番細いとこだと思う。これだってドキドキしませんか。亀の最終日とかあったらうーってなっちゃう。いやまあ全然関係ない位置にいるんですけどね。一番早く、はい、だ楽しめるたらいいですよね。久しぶりもできるかなみたいなドキドキっていう感じでいきたいですね。はい、これちょっと左下がってるじゃないですか、うん、普通に捕まえた方がいいんですかね。右から、右から。そうだね、あの距離を確実に出したいんだったら、あの今左からの風でもあるからピンからドローっていう感覚でもいいよね、はい、こんなぐらいのダウン、あの傾斜は全然平気ですよ。大した左下がりじゃないもん。風強っ、うん、アゲンストもあるから、はい、右からもうドローっていうか捕まえるって感じです。あー捕まんなかった。わおわお。もう何ヤードだったんですかね今。151。ええ、めっちゃ吹いてますか。めっちゃ吹いてるよ、めっちゃ吹いてるよ。え、クラブない15ヤードぐらい、プラス15ぐらいですよねこのアゲントと。え、私全然余裕だと思ったんですよ。160ぐらいだよ打つの。ちょっとアゲンストもっと、あ、これは行ったでしょう。155、はい。うわ、ギリ。ありがとうございます。めっちゃ風。これ沖縄でやったじゃん。忘れてた。沖縄で計測したじゃん。シズは風が吹かないよ。いや吹いてるし今。忘れてた。風ということ。アゲンストの時ちゃんと計測したじゃん。した。14ヤードキャリア落ちました。落ちたでしょ。今結構吹いてるよね。4メートルぐらいですかこれ。うん。まあそうね、4、5メーター。4予想でなんかめっちゃ見てるみたいな感じ、うん、そう、あ、これぐらいの肌感だったら何ヤードぐらいロスするかっていうのはさ、絶対にこう距離に入れていかないと。ちょっと忘れてた。試合ではポカはないですよ、まあ今だから。うん、そうですね。でもこうシズヒルズのグリーン形状でいくつかこう右奥の方がこう遠くなってるやつがあるんですね、こう18番もそうだし9番もそうだし15番のショートもそうだし、結局右利きのプレイヤーにとっては左から右にこう流れてるグリーンっていうのは、まあ、攻めやすいんですよ。でも左から右奥に距離があるグリーンっていうのは、まあ、極めて難しくて、その形状のグリーンが多いんですよ。だからそこは意識的にやっぱり攻めていかないと結構こうミスにこうなりやすいっていうのかな。攻め方ははっきりしてるコースだからね、なんかそこに打てる調子でありたいよね。あとはそうです。3日間どういう気持ちで戦いたいっていう感じですか。3日間どういう気持ちで、冷静に冷静に、もう心技体ですよね。本当にこう大事な場面とかってなるとこう後悔したくないから、なんかいろんな考えがこうよぎるんで、まあそういうのをもうこう全部断ち切って、まあなんていうんですかね、もうシンプルに打つ。それが一番難しかったりするんで、まあでもどんな状況でも、まあ、合格ですけど目指すは、はい、ボードが今どこに立つかなって想像してたんですけど、ここかここかなって思うんですけどね。ここに立つかな、どこですかね、どこでこうやるかなって。想像、はい、一番上届かない。
昨日25日最終プロテストが終了。2回の予選を突破し出場権を手にしたのは早乙女、尾西、鈴木の3名。果たして結果は。どうでした？ダメでした。ちょっと焦りと、ね、いろいろに押しつぶされた感じ。ちょっと初日の最終ホールでなんか流れがガガガっていっちゃったかな。初日の最終ホールは18アンダーで来てて、まあ初日なんでアンダーだったら十分かなと思ったんですけど、うん、最後池入れてダブっちゃって、うん、オーバーになっちゃって、うん、それでちょっとなんか焦っちゃって、うん、18番392ヤードパー4、グリーン手前右サイドに池があるホール。鈴木はセカンドで池に入れてダブルボギーとしてしまった。まあもともとその18番あんま好きじゃなくて、うん、で結構焦って早く打っちゃったわけで最後、うん、自分の中でね、うん、それをめっちゃ後悔して、今もめっちゃ後悔して、結構私まあ結構冷静な方なんだけど、なんかそのセカンドショットだけは全然いつものルーティンじゃなくババって言っちゃって、何やってんだろう、ここは自分が。3日目終わって結構精神的に来るじゃないですか、うん、なんか吐きそうになちょっと体調崩して、プロテストが一番。悔いはありますか？まあないったら嘘になるんですけど、うん、まあもう気持ちは切り替えれてます。まあでもすぐあるんで調子も悪くないし頑張ります。そして早乙女は、お疲れ様です。どうでしたか今日は。今日は78でした。それもう攻めたっていうことですか、はい、どうでしたかその4日間やってみて。でも悔いはないですね、うん、なんか実力通りかなって思います。うん、私ってこう基本的にスコアが安定してるタイプなので、うん、こう爆発力ってないんですよね、うん、67、8とかだから、全体的にそういうなんだろう、安定してるこう基準を入れていかないとやっぱりもうテストは厳しいのかなって思います。まあ、そうですね。ゴーヘプロに、はい、なんかもう振ってないから飛ばなくなってるんだみたいなお話もあったじゃないですか、はい、あそこら辺はどうでした？もうしっかり振りました、うん、でそういう意味では自分の今のマックスのプレーはできたかなっていう。そうですね、練習ラウンドでこんな話を。なんか飛ばなくなっちゃって。おう、そう振ってないから。あ、振ってないから。大人らしく言ってるから。指摘通りしっかり振ったというが、実感したことが。本当に50、60置いてからです。うんうんうん。
しんどい、さすがにしんどいですね。私が5番ウッド使うところを9番、うん、9番とか8番とかみんな飛ぶので、うん、ちょっと圧倒されました。距離もまあ伸ばしつつ、はい、そうですね、うん、でそうするためにはトレーニング、うんうん、スイングも変えられますかね。でもまあこの1年半ぐらいですか、結構もう変わったじゃないですか、体も変わったし飛距離も変わったし、でも自分自身ではこう成長したっていう感じはやっぱありますか、実感は。あります。でもやっぱこう結果見ちゃうとまだかなって思っちゃうんですけど、うん、どうなんですか、うん、次のおかんまだったらちょっとマジでどうでしたか。いいですか。はい、今日はどんなスコアだったんですか。今日は2オーバーです。2オーバー、はい、トータル、トータル2オーバーです。トータル2オーバー、ダメです。ダメ、はい、うん、3日目昨日か結構叩いちゃってた、うん、アウトインどっちも38、まあ、1番バーディースタートで、まあ、トータル5アンダーになったんですけど、うん、そこから、まあ、途中でボギーボギーダボボギーってきちゃってちょっと悪い悪循環にはまっちゃって、そこからなかなか、まあ、バーディーは5個取ったんですけど結局ダボボギーとかで4オーバーになっちゃってっていうので、それがちょっと結構大きかったですね。めっちゃちょっとしたことなんですけど、うん、まあ、例えばドライバーがフェアウェイ外して、うん、そのラフからのそんな難しくはない状況なんですけど、うんうん、その距離感、フライヤーとか飛ばないラフだとか、うん、そういう計算のちょっとした間違いとか、うん、そのボギーになっちゃったからっていう気持ちとかもあって、うん、そういう縦距離が合わなくて、でなんとなくボギーであったり、でそこからミスからまたミスになっちゃってっていうのが、ちょっと悪い流れがずっと続いちゃったのが原因です。もう半年は切ってるじゃないですか。もう4ヶ月か。さっき聞いて日程も全く見てなかったから、うん、もうすぐやんってちょっと落ち込んでる場合ではないなって思いますね、うん、あ、なるほどね、うん、切り替えって大事だなって本当に思うんで、去年も2時で1打足りなくて落ちて、うんうん、なんかもうすっごいへこんでたんですよ、うん、もう終わりだって、この世の終わりだみたいな、うん、人生終わったみたいな、うん、でもまあ人生はまあ続いていくし、うん、別にゴルフだけじゃないですし、ね、まあ、やれる まだやれるかなって自分が思うんで、まあ、それまではやりたいし、何強化したいですか、ね、それを考えてたんですけど、うん、どうしようかなって、まずまあコースを知ることも大事だし、うんうん、10月ですもんね、どうなんですかね、まあ、でもパターチャンスで取れるようなパター今日全然5アンダー出しそうと思ってたんですけど、全然バーディーパット入らないんで、ショートショートで、バーディーチャンスにはつけてた、つけられた、まあ、今日は前半もアウト結構苦手意識あったんですけど、うん、結構バーディーチャンスとかつけれて、うん、でももう決めれないから流れも結構あんまり良くなくてっていう感じで、うんうん、でも本当にもうそこそこ頑張ったとかじゃ、うん、もう絶対通用しないし絶対通んないです。なるほど。でもみんなにも言いたい、ファイナルに来てない人でもみんな上手いけど本当にすっごい強い信念と気持ちと力がないと絶対に通んないです、うん、なるほど、はい、昨日のトップの子とかは18歳の子だったんですね。知らないです。だから上の方にいる人みんな知らないから、うん、もうジェネレーションギャップ、だからみんなぐんぐりました。したら2000年までとか2001年とかもうこの間じゃないっていうぐらいのやっぱ経験できたんでよかったです。という状況でみんながどれぐらいのスコアで回ってる勉強になったし、上を知らないとやっぱレベルアップもできないし、自分が上手いって思ってたけどやっぱ上手い人いっぱいいるし、あるし、試合出たいですね。なるほど、はい、やっぱ上手い人とやらないと。だって上手いもんみんな。
次回、激震ゴルフ第2章スタート。2ヶ月後に迫る次のプロテストに向けて、激震女子たちが動き出す。さらに94期生への道に挑む新たなメンバーも。 BS 富士オンデマンド、大人気のお笑い番組、手に汗握るスポーツ、満たせる知的好奇心、 BS 富士の番組が無料で楽しめます。 BS 富士オンデマンドで検索。